ロイ昌平は、日本の政治家。福島県藍津若松市長。元福島県議会議員。元藍津若松市議会議員。福島県藍津若松市出身。藍津若松市立近況小学校。藍津若松市立第三中学校。福島県立藍津高等学校卒業。1978年3月、東北大学経済学部経営学科卒業。 同年4月、北海道拓殖銀行に入行。1980年、貴業資家業の室井商店を継ぐ。1999年4月、会津若松市議会議員選挙に無所属で出馬し、初当選。2003年4月、同市議選に2期目の当選。2006年10月5日、市議を辞職。2006年11月12日執行の、 福島県議会議員補欠選挙に自由民主党公認で合津若松市北合津郡選挙区から出馬し当選2007年4月8日執行の県議選に2期目を目指して出馬するも落選2011年8月7日執行の合津若松市長選挙に無所属で出馬元加藤町長の栗木春夫を破り初当選得票数は室井 3万887票、区力2万7824票、投票率は59.99%だった。同日、市長に就任。2015年7月19日告示の市長選では、無投票で再選。人気満了に伴う市長選への参戦、出馬表明後、2019年4月9日、市議の安倍厚生が出馬の意向を表明し、 7月には、元県議会議長の平出功労が出馬の意思を固めた。8月4日執行の市長選で、庁舎建て替え計画を見直しを訴える形出、安部らを破り参戦。投票率は、過去最低の53.41%。ありがとうございます。